よし、皆さん、ズグツナイトです。今日のレビューは特別の、オプスコアンプ、アダプティブミッションプラットフォームの新しいのヘッドセットです。本物のバージョンとか、これは NFMI のちょっと魔法みたい使ってるの。イヤープラグでもっともっと耳安全と聞きやすいのやつです。じゃあ、今日のレビューは、とりあえずヘッドセットの準備してた時、さっきの英語のバージョンからこれを終わってから、これが超使いやすいと軽いとか、このケーブルはヘッドセットにこのマジックテープに使っているこの3ポイントで、それでケーブルは動かないと、使いやすいです。この1回ボタンで、このボタン2つで長く押すとピピピとスタートすると、もう1回3秒ぐらいかかる押して、トゥトゥトゥオフ。このボタンは NFMI。のその魔法のマグネット用みたいなやつのボタンで、それを押して、このヘッド耳のプラグの音で、よく聞こえる。もともと耳安全と、ちょっと確かに魔法が入ってるようなやつですよね。じゃあ、これ使うの方は、これでヘルメットなし、リコンとかレンジ用のスタイルですよね。一回にそのままでセッティングして、OK。ボタンを押して、3秒かかるとそれでスタート。ちょっと上から引っ張ってと、この中にはなんとかワイヤーが入っていると下がる上がるの準備するので、ちょっと簡単にできます。そのままでレンジに行って、ゴーグルにかけてパパパパパーンできると、ちょっと耳に安全と、まだ隣の人にしゃべるとか、いろいろ簡単にすぐにできますよね。じゃあ続きまして、無線機を、チームと一緒に話ししないとまでよくできることができないから、必要なものが一回消して、ティリル。とってと、使おうの方は、どっちでも無線機2個ぐらいできるとか、この、なんだろうね、2個できるとか、このマイクは左か右かどっちでも簡単にできるので、このシートの方は、ダウンリードケーブル、これは PTT から無線機で使うの2つがあるとか、この前にはマイクポートも2つ、それは好きの欄でできますよね。ケーブルの方は、このダウンリードケーブルはこの、なんとか三角があると、ここにも三角があるのに、これが2人とくっついて、準備 OK です。取れるはこのスプリングが入ってるとか、一回ダウンに押して、それから取れます。じゃあ次はマイクの方は、これは、ペルトよりちょっと強いのマイクとか、このネジもあるし、よく聞きやすいと、超綺麗に聞こえるのやつですよね。これは一回セッティングして、くるる混ぜて、準備 OK です。そのままでもう一回ヘッドセットでコマンドユーズセットして、アジャストして、耳がちゃんと入ってるから、ボタンも押して、マイクセッティング、ダウンリードケーブルはケートキャリアと PTT、 準備 OK ですよね。そのままでよし。じゃあ一回無線機をスタートしようかな。これか。あれ？よし、OK。よし、聞こえる。それからこれも、もう一つ無線機も使って、それからちょっとトゥイックで話をできる。もしもし、こっちも選んだのか。なので、パリパリチキンカレー 200g チーズトッピングと10からお願いします。そのままで使ってもいいのですね。静かな声でもできればまだ聞こえるけど、無線が近すぎるので、ちょっとフィードバックとピーになるから、ちょっと気をつけてください。ガリックチーズナンも一つお願いしますみたいな感じです。じゃあ、そんなに綺麗に簡単に使えるとか、と、ダウンリードケーブル2つに使ったら、PTT2 つので、
別々の話をできる簡単のに、ちょいい感じですよね。で、必要ないの時もちょっと取りやすいから、マイクがもう必要ないになるとそのままでプチンと終わって、ここに戻るは使えるの時は壊るのは取れるが超簡単ですよね。でもセッティングはもう一回マイクとか必要から、確かにこれは一回に取らないといけないですね。長時間かかるし、一回ストップリリル取って、そのままで終わり。じゃあでもこれは今沖縄はレンジがあまり必要ないですよね。だいたい本物の拳銃があまりないとか、そのうるさいこともあまりないとか、それで、まあ、アメリカにはシューティングしたらもともといいけど、とりあえずよく見るが、確かに騒ぎに使うんじゃないね。ケーブルは一回これから取って、じゃあヘルメットのセッティングは一回見てみろね。このコッカヘッドセットはこのバンドからヘルメットまでが超やりやすいですよね。じゃあ特別働くのテーブルに行きましょう。せーの、あ、魔法です。じゃあもうデイジーだね。じゃあこれからこのセッティングはこの左と右からちょっとなんとか入ってるから超取りやすいですよね。一回パチン、こっちにも一回パチンか、パチン、それで取れました。じゃあ次はヘルメットでしょうね。じゃあこれはオプスコーの後ろレールが使ってないとあまりよくできないですよね。じゃあこれはちょっと直り、よし、これが一回にこっち上と OK。 じゃあヘッドとはこれのやつはそのままでヘルメットにくっついて、このトリルのレバーはこれは下に行けば取れます。でも今はそのままでいいからね。とこれで動くと取られないのに間違いに動かないですよね。じゃあヘルメットでさ、右と左気をつけないといけないでしょうね。じゃあこうですよね。これのセッティング超簡単。よく見て、一回はこれとパチンパチンと、どこのなどが右の番もパチンとパチンと、そのままで OK です。ケーブルは一回にこの下とこのケーブルキーパーセッティングして OK。 じゃあ残りはこのキャッチもあるから、このキャッチの方はケーブルに入れてと、それで混ぜるの動くの時はケーブルを守るのためですよね。じゃあこれも一回やりましょう。OK。 じゃあ使えないの時そのままでヘルメットの後ろに簡単にできるからと、もう準備 OK です。モザイク OK。 じゃあこれから使うの時はそのままでヘルメットをかけて、で、これも閉めて OK。 次はヘッドセット開けて乗せて閉めると、また準備 OK です。話とかいろいろするなれば、そのままで前みたいなケーブル準備、マイク準備と、そのままですぐに騒ぎをできるのに、パチャンと、このメレタイムの方はこのちょっと上を簡単にできるから、ストックにはあまり邪魔ならないように、それともしちょっと気になるなれば、このライザーも買ったら全然こっちからでもできるになると、ちょっといい感じですよね。でもアンプスの方はちょっと簡単と、そんなにあまり問題ないと。
これの、ね、一応この無線機持ってるのはこれができないなればそのコンタクトが友達が後ろからこんな感じに持ったら大体同じみたいでしょうね。ふぅ、プレートキャリアちょっと夏ながらちょっと暑いよね。じゃあとりあえずレビューはそのままで一応使いやすいと、確かにちょっとイケメンよね。その前にはラックもあったけどラックは使ったことないからあまり何が違うかわからないけど、これがやっぱり一番新しいの、ちょっと使いやすいといい感じですよね。確かにおすすめけど、値段はちょっと高いよね。じゃあ皆さんとりあえずレビューはそのままで、はあ、すぐに寒気に行こう。あ、そう、マスクがあるキャラだから、なんとかコロナウイルスでもまだマスク使ったら安全じゃない。じゃあ皆さんお疲れ様です。次のレビューで、この寒気行こうね。